こんにちは。今からすごく久しぶりだよね。久しぶり。もちろん今年初めてだし、うん、去年来た？来たよ。秋ぐらいに来たんだよね、確か。そうそうそう。うん。コストコに買い出しに行ってきます。行ってきます。ちゃちゃちゃっと。で、まあこの後購入品も紹介できたらなと思うので、うん、気になる方は続きも見てください。じゃあね、行ってきます。ただいま、はい、帰ってきました。ブラブラとなんか、はい、カンカン探しながら歩きました、はい、でもいつも絶対に我が家は買ってくるものが買ってくるものがお花、ね、これ先にやっておけちゃった。もうね、コストコの、ね、お花はね本当にいいの、出やすいの。このチューリップ1498円、安いでしょ。税込みだもの。税込みでチューリップが10本、15本入ってる。チューリップ。でしょ？これは、フロワーズバンチって感じ。そう、これはね、998円。かわいいでしょ？これは、すぐ行けないって言ったんだけど、ちょっとここを置いておく。行け、行けに、行けに行った方がいいの？ママが行けた方がいいなら、じゃあ今行けとくね。はい、ママで進行していく。私一人で進行してくる。分かった、じゃあ私が欲しくて買ったものを先に紹介しちゃいます。じゃじゃーん、チャー&パクのプロピーミストっていう、まあ、これもともと使ってたんですけど、見えるのかな、これ韓国の化粧品なんですけど、すごく霧が細かくってツヤツヤな肌になるので、お風呂から上がってまずシューってしたり、まあ、メイクの上からでもやっていいと思うんですけど、そんな化粧水をたまたま見つけたので買ってきました。これはね、探す大変だな、2個で3980円だから、多分1本で3980円ぐらいすると思うんですよね。しかも私が持ってるのより大きい気がする。はい、こんな感じでした。次はこのドクターブロガーのマジックソープです。これも私愛用してるんですけど、私はこのベビーマイルドっていう、あんまり匂いもそんなしない、あ、そんなしないじゃない、無香料だった、無香料の、ボディーソープっていうか、まあ、全身洗えるソープなんですけど、これでメイクブラシ洗ったりスポンジ洗ったりもしちゃってるし、あとは犬も洗っていいって書いてあったので、うちの犬もこれでちょっと薄めて洗ったり、まあもちろんハンドソープにもなるし、それで私はハンドソープ入れ替えて、無香料なのでちょっとアロマオイルとか入れて使ったりもしてます。すごい優れもの、すごい優れものです。これが2本で3098円でした。はい、これ結構なんだろう、ロフトとかハンズとかそういうバラエティショップとかでも、もう本当にいろんな匂いがあって、多分それによってこう毛穴にいいですよとかどっかにいいですよって違ってくると思うんですけど、はい、すいません、そんな説明でこれを買いました。あと私が欲しくて買ったのなんだっけ、食べ物1個買った、キリーのスティック。お友達が美味しいよって教えてくれて、でそこのお家に行くとおやつに出てくるんですけど、こういうのが、8個入ってるのが2個で、928円でした。ただいま。じゃあ先に、はい、食べ物を
食べ物ね、そう入れなきゃいけないから、そうそう、じゃあまずお豆腐、そうそう、何かも買ってきたんだけど、そう、お豆腐ってこの名前が面白いね、お豆腐って言うんです。これが4つ、4つで498円、それを2個買ってきたんですけど、これめちゃくちゃ濃厚で美味しくて、でね、私たち今タンパク質をいっぱい取ろうっていう生活をしてるからね、してるから、これすごいわね、大豆が1パックに約110粒って書いてある、うん、あの、うん、ね、最近そのタンパク質を取るっていう生活をしてるんですけど、うん、それをあのいとこがいろいろ私たちにね指導してくれてるんだけど、うん、大豆はスーパースターだそうです。そうですなので、あ、これ面白い、ね、おからを出さずに大豆が丸ごと入っています、おっと驚く感動のお豆腐、ぜひぜひね、コストコで、コストコ以外で見たことないけど、本当初めて見た、今度あっという間なくなっちゃうので2パック買ってきました。そしてそれで続き有機育ち、これは納豆です、小粒納豆、これ30g が3パックが3つついて338円、これもねいっぱい取って食べましょう、タンパク質桜鶏胸肉の胸肉2キロのやつですね、これが918円です。すごい、2キロで、ね、あのこうパック4パックぐらい入ってるやつもありますよね、2.5キロのやつ、うん、でも私たちはちょっとこっちを買ってきました、うん、そうです、はい、あの鶏この胸肉を一晩甘酒につけといて、お塩でもんで、そう、それで甘酒につけといて、で翌日、うん、蒸す、そうするとふわふわの美味しい鶏ハムができます。へえ、なのではい、急いで冷凍、あ、つけとくのか、そう、はい、これはベイビーキュウイ998円でした。これね、面白くこう割るとキュウイみたいになってるみたいなんですけど、食べてみる？え？食べてみる？うん、こんなちっちゃいの、あ、これ、あの、避けないでくださいこんなちっちゃくて、洗ってみようか、うん、なんか私は初めて見たんだけれども、まみちゃんがすごく美味しいというので買ってみました。私だって初めてだよ。あ、初めてなの？美味しいらしいって言ったんだよ。あ、美味しいらしいんだ。なかなかね、コストコ行くともう一つがすごい分量が多いので、お客様が大勢来る時とかお友達とシェアしたりするのないんだけど、今日はそういうあれがなかったからいろいろ買えなかったんだけど、こんなになって中身はまさにキュウイ、はい、いただきます。皮食べていいの？うん、うん、おいしい、甘い、はいね、あー、おいしい、不思議、うん、うん、へえ、でもキュウイだね、キュウイですね、うん、998円でした。はい、それから、はい、あ、ピーマン、鹿児島産ピーマン、こんなにいっぱい入っています。あのうちピーマン大好きで、今日はこのピーマンにあのひき肉ハンバーグみたいに詰めてピーマンの中に入れて焼く、詰めね、うん、よく、そうそう、言葉が出てこない一緒かなと思って、一番皆さんが作ってる料理じゃない、ピーマンの肉、そうかしらね、あとピーマンのおひたしも美味しい、ね、うん、私はそれが好き、498円でした。こんないっぱい入ってるの、うん、北海道のじゃがいも、カルビーじゃがいもだって、598円でした。品種ホロシロ、ホロシリ、ホロシリホロシリって書いてありました。じゃがいも買ってきました。じゃがいもはね本当によく使うから、ね、はい、
そして私が大好きなバナナ。それも青いバナナ。そうなんですよ。緑のもまあ、緑のバナナが好きで。そうなんです。すぐ黄色くなってすぐね傷んじゃうからね。本当はね黄色くなってもむしろ黒くなった方が甘くて美味しいって言うんですけど、私はこの緑の、すごい緑でしょ。緑のもう選んで持って。バナちゃんね、熟したバナナはね嫌いって言って食べないんですよ。このなんか青臭いまだ育ってませんみたいなバナナが大好き。でもねこれだけ入ってるからやっぱり日に日にすぐ黄色くなってきちゃうんですけど、もう2日が3日だね。そうですね。これが、1.3 キロで268円でした。はい、次このまみちゃんもおすすめリンゴのベーコン。これ有名ですよね。結構コストコに行かれる方はよく知ってると思いますけど、私もコストコに行ってる人から教えてもらったんですけど、リンゴのベーコン 732g、1244円。これ170円、 100g あたり170円、だからもっとちっちゃいのもあれば大きいのもあったでしょ、はい、でしょ。そうナッツ、これナッツ、これはコストコブランドのナッツ。これもあの無塩です。お塩がついてない、はい、無塩の方買ってきました、で朝プロテインを飲む生活をしてるので、でもねやっぱかなんか噛まないと満腹感がない、満腹感がないからナッツを食べながら、まあでもねカロリーもはあるので食べ過ぎないように食べてます。そう、無塩だからあのお菓子作りに使ったりとか、あとヨーグルトの細かく砕いてヨーグルトにかけたりとかしています。お値段は2138円です。まあでも 1.13 キロ入ってる。でもすごい食べ出がある。本当にたくさんあります。そして初めて買ったやつ、そう楽しみ、これなんかパンケーキです。パンケーキなんかねこれねオーガニックなんですけど、有機パンケーキミックス888円。ほらこの粉に入っていて、この粉のこのボトルの中に牛乳でいいんだよ。牛乳入れるだけ、卵入れないの。400ml の牛乳とか、まあ、豆乳とかアーモンドミルクとかそういうのを入れて蓋をしてボトルを約1分振りますって書いてある、だから別に卵を入れてくださいとか書いてない、あ、なんか面白いね。そう初めて買ったからちょっと試してみたいなと思って。確かに。それでこれとこの2つを2回できるやつ、まあでもねこれこんなに1回で食べないわっていう時は半分ずつ入れてもいいもんね。そうね、はい、これは父がパンケーキ大好きなので買ってきました。パンケーキ大好きだから一緒に買ってきたのが、はい、これはこれもいつも買ってくるメープルシロップです。オーガニックのメープルシロップ1798円ですね。そしてこれもほぼ父が使うというチミツです。オーガニック、これもオーガニック、これもオーガニックの、あの毎朝ヨーグルトに果物とかナッツとか乗せて、であのこの蜂蜜をかけて食べます。1780円、3個で1780円でした。これもコストコブランドですね、パークランドです。食べ物は以上かな。そうですね、これもあの何かあったら困るからいつも買ってくる電池。ほら震災の時にさ電池がなくってすごい失敗ってね、お友達が見つけたって言ってたくさん送っていただいたことがあったんだけど、広島の買った友達がね、そう
都内の、あのスーパーとか電気屋さんにはすっかりなくなってしまった。これは缶の歴史。それでいっぱい送ってくださってみんなに配ったね。そう、そう。とね、こっちが1118円で、こっちが1398円かな。はい、です。です。これがなかったらね、懐中電灯そうそう、ラジオもラジオもね、ないし、そして、まあ、いつもの、もうこれはいつものガムテープ、ガムテープ5個で699円でした。これはあのクレラップ大きいのと、それからミニのクレラップ、これもね腐るもんじゃないから、いつもストックしとくと。そうそう、いくら安いんじゃない。これはね、3個で、待って、どっち、 22×50 が、うん、こっち798円で、うん、30×50 が898円でした。これもママのお得意な、あ、これはカビキラー、カビキラー、はい、お風呂掃除に使います。はい、カビキラーさんは3パックで998円です。はい、はい、これはあのキュキュッと食器洗いの洗剤です。これ超特大 1500ml、 キュキュッと 1500ml で528円でした。そう、これは詰め替え用なので8回分あります。はい、次これもね、これも大好き。あの、これもお友達に教えてもらって、それからもう我が家で大活躍してる泡洗剤、スプレーでシューってやるやつ。ひどいね、こんな。これもキュッキュッと詰め替え用は2つ入っていて1088円。だってこれ1個500-600円するから、あの何、ドラッグストアで、あの油がついてるお皿とかお鍋とかにもう最強、シュッシュッてやって1分2分置いといてやるときれいに油も取れるんだよね。そう、あとはあのお弁当箱とかね、お弁当箱もそうだけど、あのタンブラーとか長いもの、そこの深いものは水筒までシュッてやって置いといたり、あとあの蓋もすごい、なんていうの、言葉が本当に出てこない、ね、洗いにくいじゃないですか。そこにシュッてやっといて置いといてから洗うと除菌もできるし、いいです。そうそうそう、奥も溝もって書いてある。そうそうそう、本当そう、細かいところにね、うんうん、手が届かないところにいいです。はい、はい、それからこれ洗剤よ、これも洗濯洗剤ですね、アリエル、これはね1098円でした。安いよね。そうだね、うん、でもこれは初めてだ、使ったことないやつ。今ほら散々あのテレビでアリエルでしょって言うから、いいかな、うん、はいはい、何でもいいです、これはね、ん、何でもいいね、洗濯洗剤、綺麗に洗えればねそれでこれも我が家の大好きなやつ、そう、こうやって見たら分かんないね、持ってこようか、これね、とっても綺麗に取れるの、あのそう、何でもピーって1本、そう、本当、あのこの箱にこれ、これとあともう一個水色の匂い違いが入ってるんですけど、4個入り、そう、これは4個入りで1448円でした。で、すごく便利、 こういうあのウェットティッシュタイプになってて、このぐらいの大きさなんですけど、これがね、本当この1枚でものすごい使い方、もう綺麗になりますよ。あの例えばあの壁の汚れとか、それとかあのキッチンの、まあ、あの何、食器棚のドアとか、あと窓の桟とか、うん、すごく綺麗になります。それから床のね汚れも取れるよね。そ
でもう何でも何でも何でも取れる。まあ何でも使っちゃいけないのかもしれないけど、でもあのクイックルワイパーみたいな、クイックルワイパーあの床掃除のと、あのひどいあるでしょ、わかりますよね、こういうやつ。これのあのシートとしても使える。これをそのあの下に挟んで床掃除とかでもできます。これはもううち大人気。ここに住居用クリーナーって書いてある。そうです、シンクでも使えるし、便座とか床、壁って書いてある。汚れも除菌、うん、窓ガラスとか革製品とか大理石とか布製品、そういう、うん、そういうのはダメだ。プラスチックとかね、でも本当に大丈夫です。使いであります、これは、はい、これだって残ってたのも1年間にあと1個だけね、残ってる。そうそう、大掃除で相当使ったからね。大掃除でもバカバカ使う、はい、はい、そう、今年はさ、大掃除っていうよりもさ、緊急事態宣言になった時にお家をピカピカにしたから、そう、みんなで頑張って大掃除をしました。はい、これ最後かな、はい、これはママが、これはあのペーパータオルです。これはね、洗って使えるわけ、使ったら水で濡らしてキュッキュッと絞っても使えるので、これはとても便利。これだと布巾代わりになるわけ、あの洗ってね、絞って。これは6個でね、1748円。結構ね、これは高い方なんです。うん、あの、うん、コストコによく売ってる、そう、うちのタオル、そう、ペーパータオルは20個ぐらい入ってる、うん、あれは全然なくならないから、あれはもう本当に惜しみなく使ってるけど、うん、これはあの使い捨てじゃないあれなんですよ。使い捨てじゃない。いや、あのサラダとか作った時にお野菜を水分取ったりするのに濡れるでしょ、濡れてもこれ1枚で十分使えるわけで、あのほらあっちの方はすぐびしょびしょになって破れちゃうから、まあ破れちゃう、使えない。そうそう、洗って2、3回使用できますって書いてある、うん、そうなの。へえ、なのでもったいないから洗って干しちゃうそれで使ったりもできるし、もちろんあのフライパン拭いたりとか揚げ物の時に油取りも使えるし、とても便利です。はい、ということで結構な時間になってしまったね、うん、長いビデオになってしまったかもしれないです。まああのコストコもいろいろあの店内歩くだけでも随分楽しいわよね。まあ、キロ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 しちゃうんだけど、確かに ね、だからたくさん買いたいんだけど、ちょっとねお肉なんかでも2キロ入りとかさ、お魚でも ねすごい大量に入ってるから、まあ一人暮らしでこれいらないもんね。そうね、こんなにお野菜はね、だダメになっちゃうじゃない、うん、だからあれだけど、そうだ、お家でパーティーとかね、今日はバーベキューとかね、なんかの時にはね、絶対にコストコでいろんな材料買うのが楽しいかなと思います。はい、はい、というわけで、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました今日はちょっといつものお料理動画とは趣向を変えて、初めてのコストコ購入品というものをやってみました。なんかこういうあのほら便利グッズを探したりとかさ、した時にご紹介したりとか、うん、あのこれ使ったらよかったみたいなのがあったらご紹介したいですよね。そうね、うち本当に物持ちが良くてなかなかいろんなものを買い替えないから、うん、まあ、あとこういうのがいいですよ、便利ですよとかっていうのがあったら教えてほしいよ、ね、あ、そうですね、コメントいただけたら嬉しいです。はい、はい、というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンもしていただけたら嬉しいです。はい、では次のビデオでお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。